第13巻第1章。感覚的事物の実態に関しては、我々はその何であるかを、先に自然学の研究の中では、質量としての実態に関して、そして後には、現実体における実態、形相としての実態に関して述べてきた。そこでこれから我々の研究するのは、果たして感覚的諸実態より他に、何かある不動な、そして永遠的な諸実態が存在するか否か。もし存在するとすれば、それは何であるかに関してであるが、そのためには、まず第一に他の人々の諸説を調べてみる必要がある。すなわちそうすれば、もし彼らの語るところに不当な点が見つかれば、我々は彼らと同じ誤りに陥らないように注意することもできようし、もしまた彼らの諸説のうちに我々のと共通する何らかの見解があるなら、我々はこの点で一人我々自らをのみ、不満に思うようなこともなくていられようから。というのは、人は誰でも、もし自分の説がある点では他の人々のよりも優れており、他の点でも彼らより劣ってはいないとすれば、これで満足すべきだからである。さて、これら当面の研究課題に関しては2つの見解がある。すなわち数学的諸対象、例えば数とか線とかその他これに類するものをある人々は実体であると主張しているが、しかしまた諸々のイデアが実体であるとしている人々もある。ところである人々はこれら、すなわちイデアと数学的の数と相異なる二つの類であるとしており、ある人々は両者はその実在性フィヒティスにおいては同じものであるとしており、また他のある人々はただ数学的諸対象のみが実体であると主張しているからして、まず我々の第一に研究すべきは数学的諸対象に関してである。ただし今ここでは、これらに他の実在性を付け加えることなしに、すなわち例えば、果たしてこれらがそれぞれイデアであるか否かとか、あるいは果たしてこれらが諸存在の原理または実体であるか否かとかいうような問題には触れないで、ただ数学的なものとしてのこれらに関してのみ、果たしてこれらが存在するものであるか否か、もし存在するならどのように存在しているかを研究するであろう。そしてその次に、我々はこれらとは別にイデアそのものに関して端的に、しかし法の許す限りにおいて研究しなくてはならない。というのはイデアに関してはすでに多くのことが学会でも繰り返し解かれているからであるが、学外でも繰り返し解かれているからであるが、しかしさらに3、あの研究には一層多くの立ち入った説明が必要である。すなわち諸存在の実態や原理は果たして数またはイデアであるか否かという問題を我々が研究するときには、というのはこれがイデアに関する研究の次に我々に残されている第3の研究課題だから。ところで1、もし諸々の数学的対象が存在しているなら、それらは A、ある人々の説くように感覚的事物のうちに存在しているか、あるいは B、感覚的事物から離れて存するものであるか、というのは、ある他の人々は、またこのようにも解いているからであるが、そのいずれかである。あるいは、もしそのいずれでもないなら、それらは全く存在していないか、あるいは C、ある他の仕方で存在していよう。したがって、我々にとって議論になるのは、数学的諸対象が存在するか否かではなくて、かえってその存在する仕方についてであろう。第2章。しかし A、数学的対象が感覚的事物のうちに存在するということは不可能であるということや、また同時にこういう説が一つの作り話に過ぎないということは、すでに難問の間の中でも述べられた通りである。すなわちそこでは、1、2つの個体、ステレオンが一緒に存在することは不可能であるということが述べられ、さらにまた2、この同じ説からすると、数学的対象のみでなく、その他の諸能力や諸実在、フィセイスも、感覚的事物のうちに存在することになり、そのいずれの一つも離されては存在していないことになるということが述べられた。さて、これらのことはすでに先に述べられたわけであるが、しかしこれらだけでなく、さらに3、この同じ説からすると明らかにいかなる物体も分割不可能であるということになる。というのは物体は面において分割され、面は線において分割され、線は点において分割されるはずであるからして、もし点が分割不可能であるなら線もまたそうであり、もし線がそうであるなら、その他のもまた、面も物体も同様に分割不可能であるということになるからである。こうなると、しかし感覚的事物がその本性、不質上、そのような不可分割的な実在、フィシス、数学的対象であるのか、それとも感覚的事物それ自らはそのような本性の実在ではないが、その事物の中にそのような実在が含まれているというのか、その区別がどこにあるのか分からなくなる。だがどちらにせよその結論は同じことである。すなわち感覚的事物の実在が分割されるならば、感覚的事物も分割されるだろうし、
もしこれが分割されないなら、感覚的事務の実在も分割不可能であろう。しかしまた B、このような実在、すなわち数学的対象が感覚的事物から離されて存在するということも可能ではない。けだし1、もし仮に諸々の感覚的個体、ステレオンより他に、これらから離されているところの、しかもこれら感覚的個体よりも、より先であるところの、ある他の個体、数学的個体、すなわち立体が存在するとすれば、明らかにまた A、諸々の感覚的な個体の面より他に、必然的にこれらから離されているところのある他の面が存在し、またこれと同じ理由、ロゴス、比例で、ある他の線や点が存在する。しかしこれらが存在するとなる、さらにまた、B、あの数学的個体、ステレオン、立体の面や、線や点より他に、C、これらからも離されているところのある他の面や線や点が存在すべきである。というのは一般に複合されないものの方が複合されたものよりも、より必然的により先である。しかに、もしも感覚的な物体よりも感覚的でない物体の方がより先であるならば、これと同じ理由で不動な個体、数学的立体のうちにある面よりも、それ自体で存在する面の方がより先である。それゆえに、これらそれ自体で存在する面や線は、あの離れて存すると言われる個体と一緒に存在するところの面や線とも異なる、ある別の面である線であろう。なぜなら前者は数学的個体と一緒に存在しているのに、後者は数学的個体よりもより先に存在するものであるから。さらにまた D、こうした面のうちにも線があるはずであり、したがって同じ理由で、この線よりもより先にある他の線があり、また点があるべきである。そしてまた E、このより先にある線のうちにあるところの点よりも、さらにより先にある他の点が、もはやこれよりもより先にはいかなる他の点もないはずのある他の点が、存在すべきである。だがしかしこのような積み重ねは次のような不合理な結果を生む。すなわちここでは感覚的な個体より他に他の通りの個体があり、感覚的な面より他に他の面が3通り、すなわち感覚的な面より他に存在する面と、数学的個体のうちにある面と、数学的個体のうちにある面からも離れて、その他に存在する面とがあり、さらに感覚的なより他に4通りの線と5通りの点とがあるというようなことになる。こうなると、しかし、これらのうちのいずれを数学的小学はその研究対象としようというのか。まさか不動な個体、立体のうちにある面や線や点を対象とするわけにもいくまい。なぜなら学は常により先のものを対象とするものであるから。なお、これと同じ論議は2、数についてもなされる。というのは、おのおのの点より他にそれとは他なるおのおのの単位があり、そのようにまた、おのおのの存在より他に、感覚的なものより他に、さらに恣意的なものより他にさえも、それぞれ、それらとは他なる、そうしたものが存在し得るということになり、したがって数学的な数にも同じく、幾通りかの類があり得ることになろうからである。さらにまた3、さらには、先に我々が難問の間の中でも提起したところのあの問題も、どのようにして解決することができようか。というのは、天文学の研究対象も、幾何学のそれがそうであったのと同様に、感覚的事物より他に離されて別に存在するということになろうからであるが、しかしそのように離されて別に存在するということが、あの展開やあの諸部分にとって、あるいはその他の何であろうと一般に運動を有する者にとって、どうして可能であろうか。同様にまた工学や和製学の対象も離れて別に存在するということになろう。というのは音声とか視覚とかが感覚的なそれらやそれらの各々より他に離されて別に存在しているはずだからである。したがって明らかに他の感覚や他の感覚対象も離されて別に存在するということになろう。なぜならあれがそうあると思えるのなら、これもそうあると言っていいではないか。だがもしこれがそのように離されて別に存在するなら、ある動物も感覚的動物より他に存在するということになろう。なぜならそこにもある感覚が存在するはずなのだから。さらにまた4、数学者たちによって、これらの数学的諸実態より他に、数学におけるあるいくつかの普遍的な命題が提示されているが、そうすると、ここでもまたこのある他の実体が、イデアどもと中間のものどもとの中間に、離され別に存在することになろう。しかも、このあるもの、ある他の、このある他の物体は数でもなく点でもなく大きさでもなく時間でもないはずなのである。ただ、もしこのことが不可能であるなら、明らかにあの数学的の諸実体も感覚的事物から離されて別に存在することは不可能である。そして一般に、5. もし誰でも数学的対象をこのようにある離されて別に存在する実在フィッシュであるとすれば、
真実にも反し、常識的見解にも反する結論が出てくる。けどそれらは論理必然的にはそのように存在するものであるがゆえに、諸々の感覚的な奥底よりもより先であるが、真実にはより後にあるものと思ったからである。というのは、未完成な奥底は、完成した現実的な奥底よりもその生成発生の順においてより先であるが、その実体においてはより後であるから。あたかも生命のないものが生命あるもの、生物よりもその実体においてはより後であるように。さらにまた6、数学的な大きさは何によってまたいつどのような時に一つであるであろうか。けだし感覚的事物の世界でこれらの事物、例えば生物が一つであるのは霊魂によってか、霊魂のある部分によってか、あるいはある他の適宜に自性的なものによってかであるが、そしてこれらがないと一つではなくて他になり分散されるが、あの分割的であり量的であるところの数学的な大きさにおいては、何がそれの一つであり、合一されてあることの原因であり得ようか。さらにまた7、数学的な大きさの生成過程も我々の反応の正しさを明らかに示している。すなわちその大きさは、まず第一には長さにおいて生成し、次には広さにおいて、そして最後には深さになって、これでその生成過程は完成を得るというのであるが、そうだとすると、もしその生成の順においてより後のものが、その実体においてはより先であるなら、物体、立体の方が面や長さ、線よりも、その実体においてはより先であるはずである。しかも、これの方が次の意味では、より多く完成したものであるとともに、より多く全体的なものである。すなわち、物体は生命あるものにもなり得るから。しかも、線や面は、どうして生命あるものであり得ようか。このような想定は、我々の人間の感覚を是している。さらにまた、8、物体、肉体はある種の実体であるが、というのはすでに、これはある意味では完成を得ているからであるが、しかしどうして線が実体であり得ようか。なぜなら線は形相またはある種の形式としての実体。例えば霊魂がおそらくそうであるようにでもないし、また質量としての実体。例えば物体、肉体がそうであろうようにでもないから。というのは、現に明らかにこの現象界には、諸々の線または面または点から形成されるようなものは何も認められないからであり、もしまたこれらが何らか質量的な実体であるのならば、これらが受動して何者かに形成されることの可能なものであることが、我々にも明らかであるはずだから。ところが、なるほど、説明方式において数学的事物の方がより先にであるとしてもよかろう。だがしかし、説明方式において先であるものが必ずしも全てその実体においても先であるというわけではない。というのは、あるものがその実体において他のものよりも先であるというのは、そのあるものが他のものから離れて独立的に存在していて、この存在の仕方ゆえに他のものよりも優越しているものである場合であり、あるものがその説明方式において他のものよりも先であるというのは、他のものの説明方式やこのあるものの説明方式からなっている場合であるが、これら両規定は必ずしも一緒に一つのものに存続しはしないからである。けだし、ある量体がそれの実体から離れては存在しないものである場合、例えば可動的とか白とかの場合、この白はその説明方式においては白い人よりも先であるが、しかしその実体においてはそうではない。というのは白は離されて存在するものではありえないで、常にその結合体というのは白い人のことであるが、と一緒に存在しているからである。したがって必ずしも抽象によるものがより先であるわけではなく、また負荷によるものがより後にであるわけでもないことは明白である。けだし、白い人の説明方式は人の説明方式を白のそれに負荷することによって得られるのであるから。さて、数学的相対性が物体と比べてより以上に実体であるのではないということ、またそれらが、そのあり方、A 内においては、感覚的事物よりもより先ではなくて、ただその説明方式、ロゴスにおいてのみそうであるということ、またそれらが離されてどこかに存在することの可能なものではないということ、これらのことは以上で十分に述べられた。だがそれによると、それらは感覚的事物のうちにも存在することのできないものなのであったから、明らかにそれらは全く存在しないか、あるいはある特定の仕方でのみ存在するか、そのいずれかである。そしてそれゆえにそれらは端的に存在するものではない。けれど存在するということにも多くの意味があるからである。